そして福士蒼汰さん、杉崎花さんです。よろしくお願いいたします。さあ、そしてネットが出てきました。福士さん、ちょっとこのネット見ていただきまして、何か気づきませんか？au ボルテって書いてありますね。はい、杉崎さん、いかがですか？はい、うわすごい、体操してますよ。はい、準備体操。そして早速さあ、これより au ボルテの発表にちなんだ始球式をテニスでやりたいと思います。店長、はい、かっこいいサーブ見せてください。すっごい熱いね。福士さん、お願いします。熱いんだね。いや、実際前僕ストロークさせてもらいましたよね。あの時は錦織選手、まあ、僕にとっては師匠です。今錦織師匠から学んだストロークで言いました。ただ今日の始球式はサービスです。言っちゃいけないですけど、世界の錦織選手には申し訳ないですが、サービスだけは僕の方がいい。サービスだけは、はい、自信を持って打てる。だからこそここで始球サーブってことですかね。素晴らしい。よろしくお願いいたします。ぜひとも、はい、では杉崎さん、はい、その手に持っているボールをお渡しいただけますか？はい、私松岡店長がテニスをされてるところを見たことがないので、かっこよく決めてください。さ、一応テニスプレーヤーってのは知ってた？あ、ちょっと、おい、ちょっとよ。はい、よろしくお願いいたします。それでは松岡店長、よろしくお願いします。はい、au ボルテでつかめ新しい自由。ちょっと松岡店長、どっちで今大丈夫？今当たった、大丈夫でした？本当にありがとうございます、はい、かっこよかったですよね。かっこよかった、ね、かっこよかったですね。すごい迫力で、かっこよかったです。あ、本当にテニスされてたんですね。ふざけんなよ。え、でもこれはね、一応ウィンブルトンの時に世界最速サーブってなった時もあったんです。はい、はい、はい、はい。ごめんね、いろいろ、ね、やりにくいでしょ、さっき言ってよ、うんうん、いや、僕が喋れてなってますよ。あ、すみません。ね、やりにくいなんて言えないですよね。そんなことないです。すみませんね。聞いてますよ。はい、はい、段取り通り絶対しないから、僕は、はい、ね、さっきと本当違うでしょ。はい、さっきリハーサルをしたんですけど、その時に松岡さんが、うん、僕は段取り通りにはしないからっておっしゃってたので、うん、心の準備はしてたの。やっぱ準備してるんだね。でもちょっと予想を超えたって、うんうんうん、予想を超えてた。あ、超えちゃ、福士さんどうでしたか？でも僕は何回かこう一緒にやらせてもらってるので、すごいいつも楽しい会見になるんじゃないかなって、いつもワクワクしながら臨んでますね。でも福士さんって僕思った以上に熱い方ですよね。す、自分ではどうなんですか、はい、性格的には。熱い、冷静、冷たい。僕は まあ、普段はこう冷静を装うようにしています。あ、はい、あ、わざと、なるべく。いや、中身はどうなんでしょうね。あ、まあ、中身は見せない。あ、見せないんだ。見せないんだよ、そこがいいんだよ。はい、見せちゃダメだよ。